ジョジョリオン。現代の日本、 S 市もみじく森王町、突如町の中に現れた壁の目と呼ばれる隆起物付近で、肩に星形のあざを持つ謎の青年が地面の下から発見された。彼は記憶を全て失っており、自分の名前すらも覚えていなかった。東方丈介と名付けられた彼は、素性が判明するまで後見人の家に住むことを許されたのだった。これは呪いを解く物語。呪いは解かなくてはならない。ここは人ん家の庭か？どこかとんでもねえ場所に飛ばされると思ったがよ、日本の家だよな。あれ、ジョスターさん、イメソン、どこか別の場所に行っちまったのか？ジョースケ、てめえ、俺を出し抜いたつもりでいい気になってんじゃねえだろうな。俺に勝ったとか思ってんのならぶっ殺すぞ。何のことを言っているのかわからない。カツアゲロードのことを言ってんだよ。なんだかわからねえがてめえ、トラブルを切り抜けやがってよ。ずるい手を使いやがったんだ。そうだろう？平然としやがって、気に入らねえ。あ、おい、上司、なんだあれは。話をそらしてんじゃねえぜ。いいから見ろ、こっちに来る。なんだこれ。ジョシュ、うひー、助けて。なんだこれは。ありゃなんかやばいぜ。誰だ、これはお前の仕業か。ソフト&ウェット、スタンド使いか、おめえ。俺は敵じゃねえぜ。聖なる遺体を集めるためにここへ来ただけだ。つっても通じねえよな。なんて言えばいいんだ。何？聖なる遺体だって？通じるのかよ。遺体のことはカツアゲロードのじいさんから聞かされたばかりだ。てめえ、気に入らねえんだよ。上主、人んちで我が物顔に振る舞いやがってよ。俺がてめえをぶっ殺してやる。こいつ、やはりスタンド使い。奥安やシネチーの時と同じだ。今までよくわからねえまま、わかったような気になってたが、異変を引き起こしてるのはさっきのモヤかよ。詳しい話は後でするからよ。まずはあいつをおとなしくさせるぜ。Thank you.
何者なんだ。くそー、いまいち髪型が決まんねえな。やつの能力は何だ。わからない、俺も初めて見る。いいか、ヤソは俺のもんだ。オープンだけ。逃がさねえぜ。グレート。こいつなんか鬱屈してるっつうか、関わり合いになりたくねえタイプっつうか。上州のやつ、こんな能力を持っていたのか。よし、こうなったらこっちのもんだぜ。見よう見まねだが、遺体を使って。俺、上州、正気に戻ったか。何かんたれてんだ、てめえ。ぶちのめされてえのか。誰だ、こぎゃ。おい、何をする。え、まだ戻ってないようだから殴ったんだけど。ああ、それもそうだな。もう一回光を浴びせとくか。それが聖なる遺体。あんたの話を聞かせてくれ。
つうわけなんだよ。信じられそうにない、突拍子のない話のように思う。だが聖なる遺体は俺自身のことを知る重要な手がかりだ。わかった、一緒に行こう。よろしく頼むぜ。ん？この家、他にも家族がいるのか？ああ、でも今は誰もいない。俺と上州以外はみんな外出してるはずだ。どうして？いや、さっきそこの物陰に誰かいたような気がしたからよ。何？てめえは！東方丈介、この世界でお前に出会うとは不愉快極まりない。やかましい！てめえ、こんなところに出てきやがるとは。平吉影、なんだって？まったく、つくづく因縁というものを感じるよ。な、え、キラヨシカゲが二人？何のことだ？この世界は私たちの森王朝に似て過ごしやすそうなところだと思ったが、よもやお前がやってくるとはな。異変のせいだがなんだか知らねえがよ、しれっと二人になって生き返ってんじゃねえぞこら。毎日髪型が決まんねえな。確認するぞ、キラヨシカゲはどっちの男だ？どっちもキラだぜ。跡形もなく吹き飛ばしてやる、私たちの爆弾でな。オープンザゲーム！Kicks
そう食らっちまった。必ず爆死させる。なんだ、食らえ。第一の爆弾、絶対に逃げ切ってみせる。第一の爆弾、なんだ、うん、食らえ。どうしてるの私は。ひどいことだ。お前を守ってやるよ。近づけんか。なんでやろう。これは爆弾。任せた。ああ、消し飛ばしてやる。第三の爆弾。あいつは出すと。やったぞ、発言したぞ。早くしまっ戻ったぞ。最低のヘアスタイルだな。けなすやつは許さねえ。任せた。ああ言わさんぞ。お前が死ぬと私も消えるのだぞ。おお、クソ春日、第一の爆弾、いくぜ。これはこの私が頼む。よし、やるぞ。天候だ。俺のシャボン玉が触れて割れるとき、そこから何かを奪う。この自慢の頭をけなされるとムカッパラが立つぜ。なぜ頭に来るか自分でもわからねえ。きっと頭に来るってことには理由がねえんだろうな。本能ってやつなんだろうな。クレイジーダイヤモンド、相変わらず気に食わん能力だ。だがいずれ必ず吹き飛ばしてやるぞ。二人まとめてな。待ちやがれ。てめえらも聖なる遺体を探してんのか。ふん、遺体などはどうでもいい。なんだと。じゃあ何しにこの時代に来たっつんだよ。私たちの望みは平穏な生活、ただのそれだけだ。ふざけたこと言ってんじゃねえ。殺人が趣味のくせによ。待て、お前たちは嫌いを仕掛けなのか。ああそうだ、もっともそちらの望む嫌いを仕掛けではないがな。何？おい、
ジョースケ。何が起きたんだよ。記憶がね、飛んじまってる。俺もよくわからない。大丈夫か？顔色が悪いぞ。あれ？なんだっけ？俺、どうしたんだっけ？お、来たぜ。共鳴がよ。この近くに聖なる遺体があるんだな。俺の仲間たちも遺体の部位をいくつか持ってる。いや、ひょっとしたらもうすでに全部揃えたところかもしれねえな。よし、じゃあ俺をあんたの世界へ連れて行ってくれ。何？なんだ？お前らどこに行くんだ？ひょっとして、ヤスホのところか？俺も行くぞ！俺も連れてけ！おめえも来るの？当たり前だ！抜け駆けはさせねえぞ！キライヨシカゲと聖なる遺体か。俺のことを知る手がかりがつかめるかもしれない。